はい、どうもこんにちは、シュフチャオです。本日は出産が終わりましたので、夫目線でのこの出産について動画にしたいと思います。まずは大きく分けて1、陣痛開始、2、よいしょ、病院の LDR に入ってから、そして病院で出産、その後僕が帰宅するまでの流れを動画にしていきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、うちの場合はですね、予定日のだいたい1週間ぐらい前から、まあいつ生まれるのかどうなのか、もうそろそろ生まれてもいいという状態だったので、まあ心の準備はできていたんですけども、とりあえず出産までしたこととしては、まあ一つよく言われているのはなぜか焼肉というふうにネットの方で言われているということを聞いたので、焼肉を食べに行きました。まあ、焼肉はまあ僕の妻も好きなんですけども、まあ、特に炭塩が好きでね、炭塩を食べに行くっていうの、多分この生まれるまでというか2、3回ぐらいは焼肉に行くことになりましたね。はい、まあ、結構空いてる店とか、まあ、早めに食べることで全然店内に人がいない中での外食はできてはいたんですけども、まあ、なんで焼肉なのかっていうのもちょっと巷ではよく言われているのが、まあ、オキシトシンっていう幸せになると出てくるホルモンみたいなものがあるんですけども、まあ、オキシトシンっていえば、まあ、陣痛促進のホルモンになるので、もしかしたらそういうのでなんか焼肉っていう美味しいもの、幸せを感じるものを食べることでオキシトシンが少し出て、それが分娩につながるっていうふうに、まあ、理論的なところあると思うけども、あとはまあ陣痛を誘発するために散歩ですね。まあ、今回年始年末もあったのでね、不要不急の外出など控えて、まあ、空いてるところ外をですね、家の周りなどを歩きながら、まあ、神社とかよくいろいろ歩いていって、空いてる時はまあお参りをして境内を回ってぐるぐると、まあ、1日だいたい少なくても 7、8000 歩ぐらい、そこからまあ1万5000歩とか歩いたりもしましたね。で、緊張ですね。よいしょ、まあ、ぶわーっとあるんですけども、よいしょ、なんでしょうね、まあ、たくさん結構もう集めましたね。今回は初めてやって、まあ、綺麗なのもありますしっていう感じですね。まあ何か目的を持ってですね、やっぱり散歩すると全然苦もなく散歩の歩数ですとか距離が稼げたのはいいのかなと思います。ラズベリーリフティというものですね。まあこれも結構アマゾンで売ってたりとか、一応カルディですとか、あとは成城石井さんで売ってるような感じですね。まあ僕はこれを探して買ったんですけども、よいしょ、これですね、なかなかそこらのスーパーとかでは売ってなくてですね、7パック入りで400円ぐらいかな、税込みちょっと400円ちょいですね。400円ちょいで、しかもこれを1杯か2杯ぐらい飲んだその日の夜、夜中ぐらいですね、もうそこから陣痛のようなものが始まって、まあ、その前にもちょっと明け方とかに妻の方は結構収縮がまあ規則ではあったんですけども、規則であったみたいで、なのでちょっとね、このラズベリーリーフティーがさらに本当に子宮収縮、陣痛を誘発したんじゃないかと思うぐらいのタイミングでですね、陣痛が始まりました。はい、次にですね、やっぱり陣痛が始まってからですね、妻の方から言われた陣痛アプリの方入れてるんですけども、陣痛アプリで、まあ実際その陣痛を入れた時、本当に自分でこうで、よいしょ、まあ全然見えないね、これね、まあ見えないんですけども、陣痛の人で共有できるというか、そういうものなんですけども、不規則な場合に前駆陣痛って言われてて、本陣痛とちょっと違いがね、分かりにくいところもあるし、まあ、前駆陣痛なのか本陣痛なのか分かんないところもあるとは思うんですけども、まあ、ちょっと不規則だったらね、前駆陣痛でまだ家で様子を見るとか、本陣痛だったらちょっと病院の方に行った方がいいとか、いろいろあるとは思うんですけども、まあ、正直言ってね、この陣痛アプリで見ると全然その前駆なのか本陣痛なのか分かんないですし、前駆だったり本陣痛なのかなかなか見極めは難しいので、陣痛時間間隔もですね、まあ、5分、6分、8分といろいろバラバラになって、また12分、13分があったりとか、いろいろ10分切ってまた10分に戻ってくるという、まあ、それは規則と捉えるのか、そういう法則になっていると捉えるのかちょっと分からないところもあるんです、難しいんですけども、とりあえずまあそれプラス痛み方ですね、結構僕、うちの妻の方は、僕の方、妻のうちだと
結構あれですね、なんか痛みはすごく強いような感じですね。収縮が強いのか、もう立ってられないぐらいで、うずくまんないといけないぐらい。またその時ちょっと僕らも何もできない状況というか、もう喋りかけても多分答えられないような状況で、本当に見守るしかなかったような感じですね。ちょっとね、その収縮が終わればまた落ち着いてちょっと動いたりとか、その隙にトイレに行くとか、その隙にご飯を食べれそうとか、お水を飲むとか、そういったところで、まあ、食欲があるうちはこちらの方で、まあ、お茶漬けを僕の方で作ったりとかして、で食べる時に食べてもらう、あとはお茶とか温かいものを少し作って飲んでもらうっていうようなことがしかできなかった状況ですね。なので朝一で1回病院に、まあ、10分以内が続いてきたのでかけて、痛みですとか、あとはまあ今の感覚、最初に始まった時間などを伝えて、そしたら病院の方からだいたい今の状態、まだすぐに産めるというか、すぐに来る必要はないと、ただ痛みが強ければやっぱり早めに来てもらう方がいいということで、結構対応としてはすごい分かりやすい対応で、安心はあったかなと思います。ただ結構うちの方の場合、多分もしかしたらだいぶ痛み結構強かったみたいなのに、かなり我慢してたような感じもあったので、本当に一緒にまあ病院に行けるように僕が帰ってきてから向かったんですけど、その時は10分間隔からは、まあ、になったのが大体9時10時ぐらいだとしたら、そこからまあ4、5時間ぐらい一人で妻は頑張って耐え抜いて、病院に行っても車椅子を使うか使わないかも判断できないようなぐらいの状態に収縮してる時になって、病院にも本当に着いた瞬間収縮が来てへたり込んでしまうぐらいのきつさがあったので、でまたちょっと収縮を続きに歩いて行って、まあ、受付を済ますっていうような感じですね。一回その風に、まあ、午後になって朝電話して、午後にもまた一回電話して、強さ、収縮の強さなどを一応説明して、もしかしたら LDR すぐに行った方がいいんじゃないかっていうところで病院に向かったっていう感じですね。長えな、ちょっとな。